レッソとの大会初戦を落とし、この試合に初勝利がかかる横浜 F ・マリノス。第1節に試合がなかったヴィッセル神戸と一発三沢球技場で対戦です。両チームなかなかチャンスを作れない中、まずはリーグ戦で首位に立つ好調神戸。12分、高い位置でボールを奪って田中純也がシュート。強烈な左足のシュートは惜しくも枠を外れますが、さらに16分、 F マリノス前田直樹のミスをついてカウンター。高橋秀人のパスに抜け出した大月。今シーズン湘南から加入した大月が移籍後初ゴール。リーグ戦の勢いそのままに神戸が先制します。試合の主導権を握った神戸はさらに20分、一度はボールを奪われた三原がそのままプレッシャーをかけて奪い返し決定機を迎えます。渡辺一馬から田中純也、さらに松下、跳ね返りをもう一度狙いますが、三度杉本大地に阻まれ追加点とはなりません。杉本のファインセーブに応えたい F マリノス。25分には18歳吉尾海奈のパスから19歳の遠藤啓太、育成組織出身の2人でフィニッシュまで持っていくと、41分には吉尾のコーナーキックからこぼれ球を拾った中島健生、しかし決められず1対0で折り返します。迎えた後半、リードする神戸、47分のフリーキック、田中純也が直接狙います。F マリノスは56分にチャンス、ワンツーで新井がゴール前まで仕掛けると、吉尾からフリーの遠藤、決定機でしたが浮重に阻まれます。早く追いつきたい F マリノス。80分には高い位置でボールを奪ってそのまま新井が狙いますが、枠を外れゴールならず。すると86分、神戸にセットプレーのチャンス。田中純也のコーナーキックに小林誠吾、途中出場の小林が今シーズン初ゴールを決めて追加点、神戸が突き放します。そのまま2対0で F マリノスを下した神戸、リーグ戦の勢いそのままに今大会初戦に勝利しています。